九州大隅半島シラス台地も出稼ぎがここ数年また増えたと言われる。関西の建築現場へ行っている柳原さんの留守家族。まあ金がないからですね。高地が広かったらですね、蚕だけでもたくさん来たらね、出なくてもいいんです。最初出た時はですね、もう夜なんかずっとお年があって、もうお年をした上にまた戸袋のところにこうやって寝よったです。もう今は子供が大きくなって、まあそう慣れっこになる。留守を守る奥さんたちが集まって冬の農作業だ。まあ一人じゃ無理ですから、まあ三人四人でグループでしております。出稼ぎに出ている留守家族の人たちだけですが、まあ仕事が今日はどこ今日はどこという風でやっています。仲いいですよみんな横浜、あの朝のバスで立っていった人たちの現場がこの地下だ。国のことでは子供の進学や就職のことが心配だと話していた。進学、就職が、そういうことも今年まで考えていると言って、今年中学3年卒業するんですけど、その頃帰っていかねばダメだかななんていうことも考えています。なんかやっぱり子供のまあ出るときはこう行ってみねばなと思っています。東京上野、石油危機以後の変動で最も影響を受けたのが出稼ぎ農民である。建設をおやめになったのはこれはどういうわけですか。ちょっとした仕事がうまくなかったですか。まあそうだよ。それで今度は何月まで働かれる予定ですか。今から6ヶ月前でな。お盆の頃まで。出稼ぎはこれで何回目になります。何回って10回ぐらいじゃないかな。10回ぐらい。ちょうどあの12月の中頃からですね、石油の問題が少し新聞市場に出まして、あれから各会社でもって残業を減らすとかですね、それから人をね、まあ、採用するのを控えるというような傾向が出たもんですからね、そういった関係で転職したいという希望者の方が相当参っております。それから会社でもですね、出稼ぎの方を雇っておっても一応年末まで雇って、新年になればですねもういらないというようなところも出てきておったんじゃないかと思います。3500円からさ、50時間から60時間まで、50から60ね、残業が。それで9万1000と、それからだ扶養家族が3人になると9万5000ぐらいになるよ。だいぶ安くなったね。名古屋郊外、立山さんが西目屋村の人たちと一緒に暮らす飯場である。国もよ、お前十何も目に名古屋だけ草を食べてよ。全部寒いしだね。あのでも風強いね。立山さんの日当は残業2時間を入れて1日4850円。いっぱい持ってさ、あの風呂に入ってご飯食べてさ、で8月は訓練でば目が飛び散ってしまうわけさ。朝早いから、まあ食事の方はまあうちのおてま食べるのはな、まず熱いおつゆとかさ、まあ熱いご飯食べるとかって、まあ、言うんだけどもさ、やはりそれはまあ辛いのが辛いさ。あ、そうはまあいかないし、まず楽しめてはさ、みんなして今いっぱい飲んで、まあ歌ったり騒いだりしてさ。
6歳と去年生まれた子供と将来がどういうふうにやっていけばいいか、それだけ頭いっぱいだ。16歳になる時から働くのよくするけどよ、気が過ぎるというものは辛いもんですね。人間の自由を束縛しろようなさ、人の身を縛られるような状態ですよ。まあ辛いもんですよ。みんな家族で一緒な、出稼ぎしなくても食えるくらいのお金がもらえれば、そっちの方でなやりたいけどね。母さん一人置いてきてるんだ、だから特に心配はしてるけど、まあどうするか。寒い寒いって言うと今どんなにでも肉になってまるよ。3、4年前から出稼ぎのやってるんだけど、その前もあの山裾ごとでどっちでもやったんだけど、今でもないというわけじゃないんだけど、やっぱり積が安いので、1月の土岡の口でもんで、まず3月からしたね、あとは3月ずつどうだな。4月の水門でやばい、何じゃな、実は若いもんだついたら長いわけさ、俺は見ねえばまだ考えがついな。人が多いって、まあ、手伝いで出来あるしさ、まあ、うちでどうしてるかなと思って、まあ、それだけ、まあ、思い出しているわけさ。津軽は真冬である。容赦なく雪が降る。家を守る立山さんの奥さん、出稼ぎと過疎、それは共に人間の崩壊につながる。子供たちにこの地はどのような未来を約束するのだろうか。出稼ぎ地帯である限り、彼らに明日はない。